チャオ、あっちゃんです。今日は6月の15日木曜日、ちょっとねご近所さん周り、お買い物してきます。東洋薬局で東洋薬局にね、東洋薬局言わへん、ジップドラック言うんだけど、ティッシュが今なんかね、で頭痛薬が6月15日木曜日です。初中見舞いの日です。はい、量が結構頭痛で出して、花粉のあれでちょっとね、ちょっと弱い目、あんまり飲ますもあれやから弱い目の頭痛薬買いに行こうかなと思って、でそれとあとスーパー森川とか、コンビニちょっとだけ買い物行きます。で鳥さん売ってるかな、ちょっとね宇田地鶏を買おうかなと思って、鳥さんのねレシピをちょっと考えてるのよ。眩しいよ、夕方やでね。その辺町内うろちょろお買い物行きます。はい、今日木曜日やね、木曜日金曜日、土日出ていくかどうかやねん。まあ行くた4日分ぐらいなんかこといたらどこもいいか。ああでも今日そっか、うん、そう、そんなの見や。はい、思いますね。まず先東洋薬局行くわ。それランドリーも買わなかね。思い出した、ガタランドリー切れてん。一回違うの買ってみようかな。ずっと白使ってて、白って3回使ってたから、黒いいよってなんか教えてもらったから、一回黒買おうかな。ピンクが出てたっけ、なんか買おうかな、悩んでんの。で今ね、車のファブリーズみたいなやつのランドリンが出てんねん。どっかで見て、まだもうちょっとあんのよ、ファブリーズが香ってんのよ、いい香りね。だからファブリーズの今あれ、ね、忘れた、ピンクのやつよ、柔軟剤のこれのやつ前使ってて忘れたもん、すぐ名前忘れるの最近あちゃん名前、人の名前もしね覚えてないから。仕事してた頃は、お客さんの名前とか車とかいろんなこと全部覚えとったけど、最近もう何も覚えんのやめたやめたら勝手にね劣化した性能がだから視聴者さんの名前とか忘れてたらごめんねさっき言ったか時々ね、覚えてる人は覚えてんのよ、でも聞いたこと忘れたりするね。で名前とね、アイコンと合わせたら覚えられるんだけど、名前だけとかね、そんな感じで忘れることあるんだよね。じゃあ入れられへんか、まあいいわ、よいしょじゃあお買い物行きましょう。はい、行きます。カードが入っています。聞いてますよ。いろいろ買ってきました。また書いてたんで、ね、紹介します。3,000円ぐらい。3,000円、3,400円ぐらい買いました。でもね、3,000数百円です。です。はい。では、スーパー森川か、スーパー森川のおばちゃん。
そらせやね、地元で自分のところで薬売ってやるな。これうろちょろしとったら地元の人合うねん。確かにね、地元やからね。当たり前のことやけどさ、街中通っていこう。自撮り屋さんみたいからね、あれば買おうかなと。歌自撮りなかったらスーパーモリカの宮崎さんの鳥、うん、買おうかなと思って、うんうん、炊き込みご飯しようかなってさ、昨日煮物したやんか。で鳥の出汁やから、うん、コラーゲンたっぷりやねん。トロントロンに固まってんねん。なんかあれ使って、あれしようかなと思って、鶏の、エキスたっぷり、コラーゲンたっぷりの出汁使って炊き込みご飯しようかなと思って、うん、だから、ね、煮物のお汁使えるし、ちょっとだけ煮物残ってんねんけどね、その、なんていうのかな、煮物さんのも使って、あとちょっと鶏足したいから、うん、そこのとこに、あの鳥は、煮物の鳥はあれ、宮崎さんの鳥、うん、やったから、スーパーモリカ宮崎さんやからね、鳥。うん、だから、そんなしの足してもいいねんけど、うだじ鳥。で、うだじ鳥ちょっとこうといたら、焼いたら美味しい。地鶏美味しいからさ、やっぱり。ちょっとね、お高いねんけども、うん、買っちゃおうかなと思っちゃっちゃってるわけよ。一応工事してるの。なんかすごいな。ここね、本田の商店街か町の通りやでね。一番昔の城下町の通りやねんけど。ってことはあれがね。100円野菜屋さん。あるかな、今日ちょっと見ていこうか。徐行して。あんまなさそうかな。ちょっとだけ見ていくね。見事に何もないです。はい。では行きましょう。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。では自撮り屋さんあるかな。朝から行かんとね、売り切れてる時があるっていうね。結構、うん、結構遠いとこからもね、買いに来るみたいな。安全運転に心がけましょう。ETC カードが挿入されています。おばちゃん、こんにちは。おばちゃん、こんにちは。こんにちは。びっくりした、誰かなと思ったよ。だし、日曜、私の日曜日ない。うん、2時頃迎えに来て。あ、2時頃に。うん、あ、はい。お母ちゃんの話したい。あ、はいはい。うん、お願い。はい。気をつけ。あ、ありがとう。
まあね、ものすごいご近所さん、近くにお母ちゃん友達いてて、うん、お母ちゃん実家この辺やねんけど、実家っていうかあのおばあちゃんが京都実家で、お母ちゃんはこの辺で、住んでてんね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってうんこ地域で、あのお母ちゃんはだから宇田で生まれてんね。おばあちゃんが京都やねんけども、うん、だからおばあちゃん知ってる、おばあちゃんやって最終ね、日曜日2時頃迎えに来てるとかなんだかね、うん、田舎におったらいろいろとあるのよで、ローソン寄って帰ろうかな、無駄遣いしちゃうんだけどな、ちょっと見ていこうかな、来たついでやしね、うん、道の駅で野菜も閉まってるわ。ローソンで何かこうかの地鶏ね、また帰った紹介しようか、うん、ちょっとね値段は張んねんけどね、しっかりやんね、うん、1.2 キロかな、だいたい1枚桃300ぐらいやから言って、だから4枚ちょうだい言って 1.2 キロです言うから買ってきたよ。あ、ポリカイカイカお寿司言うてる、ここにて、あんた結構遠いとこからなんねんな、あれこちらはあれいいな、あの上、赤色灯つけやんといてほしいけどさ、あのいかいかすしすしなっとったらポリ来たなって分かりやすいか、いいよね、おばちゃん休憩してる、では行ってきます、よいしょ、ここにね、にゃんこがいてんねん、届かん、長さに似てんねん、そこににゃんこがいてん、ピントが合わへん、にゃんこ車のね、下にも似てんねん、ほらにゃんこ何匹かいてんねん、かわいいなねえ寄ってくんね、すごい人懐っこそうに寄ってくんだけど、手出したら逃げていくねんて、懐いてんのか懐いてんのか分からへんねんけどね、餌やり禁止とかやって書いてあるけどね、絶対誰かやってるよ、あれやってるからここに居座ってんねね、よし、よいしょ、オートにしましょう、道の駅のね、野菜がさっき言ったとおり閉まってるからね、道の駅の方は開いてんだけども、また道の駅もね、お買い物行きたいねんけど、道の駅はどうしてもね、お土産物やからね、一個一個の商品値段張るからさ、あんまり変われへんまあね、道の駅の商品、奈良の名産とか物産のあれはしたいねんけどね、あの紹介もしたいねんけど、なかなかさ、お土産物って一箱1000円とかするやんか、うーん、高いまあ、ね、ちょっとあの収益が増えたらやりますなかなかあれないよ、なんだ 1動画で1000円超えるの難しい、ねまあ、トーク動画でね、なんとか稼いでもういらんこと言わんとこ、はい、行きます、また盛り上げていきます、はい、スーパーモリカーでお買い物してきました、ここもね、知っとる人ばっかりそう思うすんのよ、地元やからね、うん、中学校の時にね、うん、あの好きやった子のあちゃんのことも好きやったみたいな、すれ違ってたって毎日やったんだけど、このお母ちゃんが
話し込んでもって最近帰ってきゃへんねー言って、うん、名前言いそうやと思ってやばいやばい最近帰ってきゃへんねー言って帰ってたらいつもあっちゃんの話してるわー言って今度帰ってた時に歌ってよー言ってたけど十勝刑務所です。パンがね、なかったセブンのって帰るわ。ローソンもね、あれもなかったんよ。はいつもの長熟さんがだからセブンで、セブンには売ってるからね、セブンで買っていきます。行ってきます。結構なんやかんや買っちゃったよ。はい、まあ、いいわ。で、当分ね、またお買い物するんですね。諸葛刑務船です。ってくらい買っちゃったけどさまあね、地元でお買い物するってどうしても高上がりになっちゃうからね、うん、地鶏さんも高かったですまあ買い物紹介するものがいっぱいあって楽しくなとかできそうだ。5時40分やばい、お米を研ぐのを忘れてた、はあ、さっきに仕掛けてよかったな。後で鳥さんだけ掘り込んでよかったもんな。ごぼうとかさ、こんにゃく買ったからあれしようと思って、炊き込みご飯、うん、にいやと思ってさこんにゃく下茹でひょんなんからね、熱いまま入れられへんさ、まあ、さっと下茹でして一回ね、水で冷やしてもいいしね。熱かったらあかんもんね。あかんことはない、こんにゃくぐらいあったかくてもいいことないねんけどな。まあ何でもいいや。よいしょ。昆布買ったしさ、こんにゃくあるし、あと人参とかも買ったから、子供あれね、きんぴら好きやからさ、きんぴら作ったらいいし、ちょっ、お、角度をミスっちゃった。ギリギリまでする。よし。入る角度ね。よし。最近ね、慣れてきて、バンパーギリ、半紙一枚ぐらい。言い過ぎ？ほんまにね、紙1枚ぐらいの差まで寄せれるよ。よし。よし。OK。ぴったりつきました。ちゃんと入ってますね。カードが帰りましょう。ネタ的なもの。と、大事なもの、いろいろ買ってきましたね。